どうも、ワッキーです。さあ、ススル TV のススルさんが、まあ、やってきております。久しぶりです。はい、久しぶりですね。あ、そうですね、だいぶ2か3か月ぶりとか。いや、結構もっと前かもしれない、前一緒にちょっとコラボをさせていただきまして、はい、で、僕がね、タイに行ってる間にススル TV の今もうものすごい勢いでね、ぐわーって行ってるということで、ちょっと僕もね、びっくりしてるんですけれどもまあ今日はですね、僕が、まあ、一応ね、まあ、タイにちょっとパイプができたということで、ススルさんとタイのラーメンを一緒に食べようかなと、はい、まあ結構ね、前々から約束はしてたんですけどね、なかなかちょっとスケジュールが合わなくて、やっと今日会ったという形で、で、お店が後ろの、ね、渋谷、名前がすごい、渋谷にありますタイ料理研究所という、タイ料理屋さんということで、食べログの評価も、ね、結構高くて、びっくりはい、で、なんかコメントとか口コミとか見ると、タイ現地よりも美味しいんじゃないかっていう、それぐらい結構ね、口コミがすごい人気のお店だということで、で、今日はここで、タイのラーメンを食べたいなということなんで、はい、食べていきたいと思います。で、なんとですね、今日はラーメンを食べた後にタイマッサージも、最高ですね。タイマッサージもね、ちょっとね、僕ね、ススルさんと今日一緒に行ってきます。最高です。はい、で、ここはまあ渋谷なんですけど、まあ同じ渋谷のマッサージ屋さんで、はい、タイの三輪自動車トゥクトゥクで、こっから渋谷の街並みをぐるーっと回ってマッサージ屋さんに行くということで、ね、はい、いろいろと楽しんでいきたいと思います。お願いします。こちらすごいですよ、パクチーモヒートというか、ね、なんか今年パクチーはね、日本ですごい流行ってるみたいなんで。そうですね。それじゃあ乾杯。うん、美味しいですね。うまい。パクチーです。これススルさんとお酒を飲んだの初めてです。珍しいそういえばススルさんはカレーラーメンです。タイの、はい、そして僕はですね、こちらトムヤムラーメンです。パクチーがたくさん載ってます。そしたらまずはスープカレーでございます。おお、はい、トムヤムラーメンね、辛いラーメンなんですけど、まあ、エビのスープなんですね、トムヤムスープなんで、これエビのね、なんだろう、風味がね、すごいスープに染みてて美味しいですね。うん、うまい。それじゃあ麺いただきます。うまいっすね。麺はね、まあ、タイ独特の麺で結構、まあ、ほんのにもちもちしてて美味しいですね。うん、美味しい。これちなみにですね、ネットの口コミとかでね、タイ現地よりも美味しいっていうのが結構あったんですけど、これね、分かりますね。まあ、実際僕もタイ行ったんでね、なんかあんまりタイ現地で食べるのと変わらないんじゃないかなっていうぐらい、かなり美味しいですよ。うまいな。で、ツスルさんは、カオソイというタイのですね、カレーラーメンを食べてるんですけど、これもなかなか美味しいです。こっからカレーの、ね、香りがね、カレーでも匂いします、ね、いい香りがすごいんですよ。これあれですね、生すするすすりですね。生すするすすり、生で見てます。約270店舗ラーメン屋で毎日食べてやってるじゃないですか。どうですか、タイのラーメン。いや、うまいな。独特な味ですけど、うん、やっぱりタイの食べ物美味しいんだな。ナンプラとかがやっぱ好きだ。なるほど、はい。この香辛料がね、またいいですよね。うまいですね。タイ料理結構好きですね。
トムヤムラーメンの食べるコツはね、あんまり強くすすっちゃうとちょっとね、欲しいのでむせちゃう時もあるので、もうゆっくりすするっていうのがね、あのポイントですね。で、あとやっぱりこのエビですよ、これもうすごいですよ、このエビ。すするさんとはね、チャーシュータイムでチャーシューを一緒に食べてましたけど、ここはエビで、すするさんはポリチャーシュー。いただきます。うん、いや、これ結構ね、パクチーふんだんに入っててね、いいですね。もやしもね、ね、それでね、あのタイのラーメンはいろいろね、こういう調味料を入れて味を変えるのがかなり楽しみな文化がありまして、トムヤムラーメンに関してはこのね、砂糖が、店長さんがね、砂糖が合うよってことでね、ちょっと砂糖を入れてみたいと思います。どうですかね、あのもうラーメンに砂糖を入れるっていう、これはタイラーメンね、ならではなんで、はい、食べてみたいと思います。あ、合いますね、砂糖。これはマジですか、初めてですね。やっぱこの香辛料と砂糖が合うんでしょうね。もうすごい汗かいてきました。めちゃめちゃ汗出てます。すするさんのカレーラーメンの動画を見たい方は、こちらチェックしてください。トムヤムラーメンのスープは、あ、結構辛いですね。酸っぱ辛すね。でも辛うまくて、これでも汗出ますね。これ夏にぴったしですね。夏の感じですね。あと寒い冬の時期もね、温まっているんですけど、両方、いやー、すずさん、お互い汗だくでね、これもうサウナじゃないかっていうぐらい、これあれなんですか、お互いにいいんじゃないですか、ちょっとね、痩せるっていう意味で、痩せたい、はい、ね、お互い食レポやってるんで、痩せる意味ではいいかもしれないです。さあ、ではですね、今タイ料理研究所さんの、ラーメンをいただきましたけどね、スルさんと、いや美味しかったですね。そうですね、本当にコックさんもタイの人でね、もうタイ現地の味というか、もう本当にね、間違いない味でしたね。で、ここはね、渋谷から歩いて5分ぐらいのところにありますんで、ぜひ、美味しいラーメンありますんで食べに来てみてはいかがでしょうか。そしてですね、この後、なんとタイマッサージに、スルさんとタイマッサージに巡っていきます。楽しいですね。トゥクトゥクというね、あのタイの三輪自動車があって、それに乗って今からあのマッサージ屋さんに行くということで、はい、そのね、ちょっと移動の映像も軽く撮れればなと思います。さあ、そしたらですね、なんとタイのトゥクトゥク今迎えに来ましたよ。迎えに、さあ迎えにやってきました。今から、トゥクトゥクに乗ってタイマッサージ行ってきます。かわいい。どうすかこれ。これがタイに行った時とかこれで回すんですか。まあ、これもね、タイではあのタクシー代わりなんで、タクシーみたいな感じなんで、これはね、渋谷の街でね、走れるっていうのがね。いやいや、ほんまに、ね、すごいですよ、初めて言いましたよ。